ということで、皆さんこんにちは。今回はこのアスレチックに来ています。今回はなんと3回落ちずにゴールに行くまで終われませんということです。多分そこはゴールかな、あのハテナマーク。ちょっと私今日風邪気味なので、ちょっと鼻水の音とかずるって入っちゃうかもしれないけど、それはすいません。それで今日ちょっと学校を休んで撮ってます。夏の部屋でテレビ見てる耳の友達がいるので、あの声入っちゃうかもしれない、音入っちゃうかもしれない、それはすいません。はい、じゃあ早速真剣にやっていきましょう。まあまあここは簡単ですね。クリア。ここはちょっと崩れていくって感じの階段ですね。クリア。ここもまあ簡単です。よかった、まっすぐ行けるので。これはいや、こっちですね。こうやってちょっと踏むと分かるんですけど、これは多分こっちだと思います。はい、これはこっちですね。もう私これ前にも途中まで行ったことあるんで、もうカントカーでもあるし、もう分かっちゃっています。これ50レベルがあって、どんどんこれクリアしていくんで、なんかこのゲージの上のなんか顔の絵文字マークがありますよね。ここ今泣いてるんですけど、さっきはもっと泣いてたけど、こうやってステージをクリアしていくんですけど、ほら変わりました。こんな感じでやっていきたいと思います。あー一回落ちたんだけど、なんか髪の毛が生えてきたんだけど、なんでこんなこれなんだ。ちょっと直します。はい、では何とか直せました。これマジで本当に3回落ちたらもう終わりです。この動画おしまいなので、ちょっと待って。おー、ピンクの滑り台、あと2回落ちたら終わりです。4回以上、4回落ちたら終わりです。3回までだったらいいけど、真剣にやっていきたいと思います。楽勝になってきた。みんなはロブロックスやってる？もし私ミミのことをフォローの方にフレンドになったかったら、ぜひ概要欄にアクセスの書いておくので、そこからフォローお願いします。頑張るぞ。真顔になってきました。この調子でどんどんやっていきたいと思います。よしよいしょ。あとロブロックスってミックスだと思うんですよ。その理由はですね、ロボットはファッションとかできるけど、でマイクラはクラフトでしょ。ロブロックスは両方できるので、いいゲームだと思います。あとこれ落ちると地毛っていうか、まあ課金はしてないから、たまにこうやってスキルが変えられるアスレとかあるんですけど、だから地毛が生えてきちゃうので、あんまなるべく落ちないようにしていきたいです。ハッピーになって笑顔になりました。この上のゲージ、ゲージ50まであるのか、あと20ステージくらいだな。何この人、なんか頭がハゲだな。みんなって風邪ひいてます？そんなよく風邪ひかない。
ないこれ。私が最近楽しみなことは、全員で来週の火水山梨県のリボナーレホテルに行くんだよね。その時も動画を撮りたいんですけど、ハロウィンだから仮装しようかなと思って変装で。私はまあハリー・ポッターのハーマイオニーになりたいんだよね。あそこかが、もう終わっちゃいます。すごい簡単だったな。まあ、これパート2とかも作るのでぜひ見てください。あとこの動画でお知らせがあるのでこれも見てね。見てね、見てねじゃなくて、あと1個ゴールゴールつきました。これコメントのところ、私がゴールしたいいものとかあるんですよ。あなたはピンクのトレール、これ私ちょっと面白いこと分かっちゃいました。みんなも試してほしいんだけど、これ100にしてみてください。落ちないように気をつけて。100にしてこのトレールをつけてジャンプとかすると、ほらなんか特別な、空飛ぶ絨毯に乗ってるみたいになる。うわーすごっ。こんな感じなので、みんなもぜひ試してください。あとこれ時間が経たないと消えないので、ちょっと一回速度落としたいので30ぐらいにします。うわー、なんとかゴールいけました。あとさっきの笑顔絵文字がトロフィーになっています。はい、わーすごい。じゃあはい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。本当に短い動画だったけど、まあ、この続きのを撮りたいので、はい、私のプライベートチャンネルのフォローよろしくお願いします。あと TV シリーズが見たい方はチャンネル登録よろしく。落ちながらバイバイします。じゃあまずは次回の動画でバイバーイ。めっちゃ飛ぶやん。スタートまでこれで走るぞ。いやー、みんないつも動画を見てくれてありがとうね。これからもミーミのストーリーを見たい方はチャンネル登録、高評価で待っててね。では皆さん、良い一日を過ごしてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。ちょっと動画が短くなってしまったので、おまけを作りました。これジャンプするとそこにこれ上に上がれるの。ほらこれ。キャッチしてくれるって感じで本当にいいです。はい、この後お知らせもあるので見てください。じゃあどんどん上に行ってきます。クアトリーズからのお知らせ。私たちはただいまウズペットでちびっ子を探せキャンペーンをしています。内容は簡単。ただゼペットで私たちと同じワールドに行って私たちを捕まえるだけ。2人を捕まえられた方にはサプライズギフトをお送りいたします。だからぜひゼペットを持ってる方は参加してね。期限は10月の28日までだよ。だからぜひご参加をよろしくお願いします。ちゃんちゃん。